Thank you.
ここで消えている。 どうかしたのか、ゴルベーザ。急ごう。町はすでに戦場だ。 元凶の村では飽き足らず王都まで毒を書いたか。
走れ。蹴りをつける。この命が尽きようとも。我らの不在を狙って攻めてくるとは、闇のメモリ扱いどもめ。もらった。
けでも。Thank you.
これほどの猛獣を刺激する敵か。ともかく城へ急ごう。ひどいありさまだ。もっと早く帰ってきていれば。邪魔をしない。ここは二手に分かれて対処しよう。ここで消えてもらう。容赦はしない。
嘘だ。お前が闇に飲まれるなど。我が友、我が英雄よ、この身に変えてもお前を止める。
俺に押し止められるのか。いや、やってやる。私も天竜の一翼なのだ。どうして俺でなくお前なのだ。お前は強く気高く真に英雄だった。俺では本来とても並び立てないほどに。俺が良き騎士でいられたのはただお前が信じてくれたからだったんだ。魔物となって人を脅かすことをお前は望まないだろう。だが俺にはお前を殺せない。殺せるわけがない。果てない眠りの中でどうか信じていてくれ。俺が救済を成し遂げることを。英雄ゴルベーザは決して死なぬ。これからは俺がその名を継ぎ世界を救うために戦い続けよう。
どうやら記憶から解放されたようね。このメモリアは英雄ゴルベーザが封印されたものだった。だったらこれまで私たちが戦っていた相手は。そうだ、英雄を語るまがいものに過ぎん。ゴルベーザ、いや、真の名はドゥランテと言ったか。もはや忘れ去られた名だ。未来に残るのはただゴルベーザの名前のみよ。してどうする。私が私である限り目指すのはこの世界の救済。お前たちがゼロムスの邪魔をするならば通すことはできぬ。ルビカンテが言っていた、すべての命に終わりという名の救済を与える。そのためにお前は異世界へ進行するのだと。そんなやり方はちっとも気に食わないが、そこに世界を救いたいという願いがあるのは間違いないように思う。私にもあるんだ、同じ願いが。だったら共に目指すこともできるんじゃないか。先に断ったのは私の方だが、今度こそは。お前は有しているのか、ゼロムス以上の大きな力を。でなければ私とお前が手を組んだとて、所詮はちっぽけな用意にしき。どうして世界が救えようか。確かにいきなり大それたことはできないだろう。だがこの大それたことをなさねばならないのだ。覗いたのだろう、ゴルベーザの過去を。ならばわかるはずだ。その名を継いだ私はメモリア戦争を止めるため奔走した。闇のメモリア使いたちを倒し、魔物と化した人々を戻す方法を探し求めた。そしてついに出会ったのだ、災いの根源を断つ方法を知るというもの、アシエン・イゲオルムに。彼女は私を月へ導き、そこに潜む光の使徒を撃てと言った。人々に異能を与えているのも、戦争が長く停滞しているのも、全て奴らの仕業なのだと。信じた私は使徒を撃ち倒した。すると闇が溢れ出し、世界を飲み込み始めたのだ。闇の反乱。じゃあお前が。
第十三世界は最初に統合が試みられた。その時はまだ方法も確立されていなかったとエメトセルクが言っていたわ。原初世界で霊災を起こすことなく、分割されていたゾディアークの覚醒だけを進めた結果、行き場を失った闇の力が氾濫してしまったのね。アシエンは何もかも見捨てて逃げ出した。騙されていた。他人を信じた私が愚かだったのだ。以来ただ一人で良き世界を、命の巡りを取り戻すための力を探し求めてきた。竜を虜としたことは大いなる前進だったぞ。強大なエーテルの塊として幾度となく役立ってくれた。だが足りぬ。全てを救うには到底足りぬ。私は長きにわたり至福して時を待った。そしてやっと待望の力を掴んだのだ。すなわち月に眠りし闇の権化の無垢炉、アシエンすら引き上げるにあたわなかった。それがエーテルへと帰ったのだ。そこより生まれいでし大王位ゼロムスは間もなく覚醒する。溶け合った竜の魂が望むまま愛しき故郷へ帰らんと世界の壁を打ち砕くだろう。あらゆるボイドの命が隣り合う異界へとたどり着くぞ。戦争で汚れ異形となって落ちた魂がついに死して神聖を果たす。かくて救済はなされるのだ、このゴルベーザの導きによって。お前にはもうそれしかないんだな。何とでも言うがいい。じきゼロムスの目覚めだ。さてどうする？追いかけるか？当然だ。そのために来たんだからな。それに信頼は伝播するとユルスが言っていただろう。お前たちから受け取ったものを私で止めてはおけない。できることなら救済が果たされる瞬間を見届けたかったが、万が一にも失敗は許されぬ。ここで貴様らを足止めさせてもらおう。
敗北を喫した身、その傷も治りきらぬ状態で勝てるとは思っておらぬ。だからこうしてこの場所まで貴様らを誘い込んだのだ。天皇が復活したのか。ありえない。スカルミリオネとバルバリシアはメモリアに封じられ、カイナッツをトルビカンテは原初世界で死んだんだぞ。私の目にはとても本物の四天王には見えないわ。石柱に宿っていたエーテルの残滓をかき集めて作った影といったところかしら。ならば本物ほどの力はあるまい。一斉であろうが、私たちなら倒せる。お前は奥へ進み、ゼロムスを止めろ。ここは私たちで引き受ける。行け！後で必ず追いつく！ゼロムスの覚醒は止められぬ。目覚めれば己を妨げる者を容赦なく食らうだろう。やつがどれだけの猛者であれな。あら、それはどうかしら。あの人はこれまでだって何度も絶望的な戦いを経験しているわ。だが決して諦めず、あいつは戦い抜いてきた。守り抜かんとする覚悟がある限り、彼は私たちも決してここで倒れはしない。どんなに強大な用意が相手であろうと、あいつなら打ち倒せると私たちは信じている。だから私もあいつの友の信頼に応えてみせよう。はあ！
ぬー